さて、最初にお聴きいただきますのがピアノソナタの作品1なんですがね、これはどういう、これはさっきちょっと申し上げましたけれども、はい、そのシェーンベルクのところに行って、そのシェーンベルクの門下を卒業する作品って言ったらいいんでしょうか、卒業制作みたいなもんで、実は1楽章しかないんですけれども、もともとは4楽章で、まあ、非常に大きなね、というか大規模な大規模な作品を考えてたようですけれども、一つの楽章ができてしまって、それで自分のだけのことは言ってしまったと思うし、思ったらしいし、またシェーンベルクもそうだということで、実はこの作品っていうのがそれで、まあ一つの楽章で完成したわけですね。で、何遍か手が入ってますけれども、ブラームス以後の、まあ、最初のっていうか初めてのピアノソナタみたいなもので、今日の中ではおそらく一番よく演奏されてる曲だと思います、はい、ですから割合ピアニストが好んで弾く作品がピアノソナタの作品1というわけ でこれももちろんそのシェーンベルクのいろんな影響がありますけれども、後年のそのベルクらしいところが随分ある曲で、また演奏家に愛される曲と言ってもいいんじゃないかと思います。それではアルバン・ベルク作曲ピアノソナタ作品1、高橋雄二さんのピアノで聴いていただきましょう。それでは高橋さん、お願いいたします。Thank you.
ベルク作曲ピアノソナタ作品1、高橋雄二さんのピアノで聴いていただきました。今日は NHK の505スタジオから生放送でベルクの作品を聴いていただいております。今演奏されました高橋雄二さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。